三マはお祝いの言葉を送り、キム・ミンジェと一緒にアジア人であることを誇りに感じた。男子サッカー部門の最優秀選手に韓国代表ディフェンダーキム・ミンジェ、バイエルン・ミュンヘンが選出された。これを受けて、韓国国内ではキム・ミンジェと日本代表ミッドフィルダー三マ・カオル、ブライトンとの比較が再び盛んになっている。 キム・ミンジェは中国一部北京クニアスやトルコ一部フェネルバフチェなどを経て2022-23シーズンはナポリでプレー今季ここまでブンデスリーが全8試合スタメン出場と新天地でもレギュラーに定着している。男子サッカー部門最優秀選手の最終候補にはキム・ミンジェ3、イラン代表フォワードメフディ・タレミ、ポルトの3名が選出。この最終候補選出の時点で 韓国メディア、X スポーツは、キム・ミンジェは今年度のバロンドール受賞候補に、アジア人選手で唯一選ばれた。バロンドール受賞候補に選ばれたキム・ミンジェが、AFC の最優秀選手に選ばれないとなれば、これ以上奇妙なことはない。ミトマは派手なドリブルで世間の関心を集めた。しかし昨季は、プレミアリーグ24試合の先発出場で7ゴール6アシストと、攻撃面でのスタッツが物足りない。 ブライトンをリーグ6位に導く活躍を見せたが、キム・ミンジェと比べてやや劣ると伝えていた。そんな中でキム・ミンジェが受賞しただけに、朝鮮日報をはじめ複数の韓国メディアは、キム・ミンジェはバロンドールで22位にランクインしたことに加えて、アジア年間表彰で三笘をよく得たと、日韓比較を前面に押し出す論調に。